箱入りのナゲットと2種類のソースチキンマックナゲットは、ファーストフードチェーンのマクドナルドが販売しているチキンナゲットである。ルクセンブルク出身のアメリカ人で、当時のマクドナルド製品開発エグゼクティブシェフのレナ、エアンドが日本の天ぷらを参考に、天ぷら粉を開発し、ナゲットに用いた。それは1979年のことだったが、大量生産の体制が整わず、 1983年になってアメリカでチキンマックナゲットが発売された。日本マクドナルドでは翌1984年の2月に全国発売開始となった。同年の日経ヒット商品番付にもランクイン。人気を誇るサイドメニューで日本での2011年の販売数は7億ピース以上だったという。また、1988年6月には マックフライポテトと組み合わせた投げっぽも期間限定販売された。鶏の胸肉ともも肉、少量の鶏皮と調味料、衣にはミックスコと前述の天ぷら粉が用いられている。ナゲットのピースの形はブートボールベルボーンの4種類が存在しランダムに入っている。マクドナルドのナゲット商品には他に1970年代の オニオンナゲット、2014年の日本での期間、限定販売、豆腐新庄ナゲットなどがある。以下は、2014年10月現在の情報。購入時には、ナゲットソースがついてくる。ナゲットの表面の衣が凹凸状なのは、ソースを絡めやすくするために、油で揚げる際に落下させ作っているという。アメリカでは、クリーミーランチソース、スイート、N サワーソース、 ホットハバネロソース、ハニー、ハニーマスタードソース、タンバーベキューソース、スパイシーバファローソースが確認できる。通常は1984年当時からバーベキューソースとマスタードソースの2種類。1980年代にはスイートサワーソースとルイジアーナホットソースも加わった時期があった。当初は平たい小袋から絞り出す形式だったが、蓋を剥がして、 器としても使えるタイプに移行した。例として以下のような期間限定バージョンも多数登場した。ありがとうございます。